働きした後は一服したくなるわね。紅茶とお菓子ならいつでもお出しできますわ。ザンクス、お願いします、リン様。了解です。素晴らしいお手並みでしたわね。いえ、まだまだ未熟です。リン、行くわよ。任せてくれ。さすがアリサ、完璧なタイミングだったな。あなたにならいつでも合わせられるわ。エマ、行きましょう。お任せください。なんとかなりましたね。ええ、この調子で行きましょう。ここです、セラ教官。任せて。今のはいい感じでしたね。ええ、この調子で行きましょう。行きましょう、セラ様。オッケー、やった。セラ様、何か飲み物をご用意しましょうか。もちろんお酒じゃなくて紅茶もいいかもね。ここですわ、クロチルダ様。分かってる、セッカー。さすがの腕前、いずれ個人的に手を貸さないかしら。会長やお嬢様のお許しがあれば。速攻で行きますわ。今度一緒にセーターでも編みましょうか。ペリーさん、お願い。了解よ。ドンピシャだったわね、エリーさん。ええ、これもアリサさんのおかげよ。ここよ、キヨさん。お任せを。お見事ですね、ティオ主任。それを言うならアリサ室長の方こそ。お願いいたします。任せてください。意味名を捨てて強くなりましたわね。あなたの方こそ、シャロンさん。一緒に攻めるわよ。オーバルギア3、いい仕上がりになったわね。はい、次世代機でもよろしくお願いします。お願いいたします。任せてちょうだい。よければお互いに紅茶を入れ合ってみる。それは素敵なお茶会になりそうですわね。